まり見ないでよ。記憶のかけらだ。あなたが最近入ってきた宮内さん？そうですけど。噂は聞いてるよ。アルバイトからこの研究メンバーに抜擢されたって。なんでも肺の研究にすごい情熱を持ってるとか。これから一緒に頑張ろうね。はい、一日でも早く肺の問題を解決したいです。私は先に上がろうと思うけど、そっちはまだ残るの？どうしても今日中にやりたいなら手伝うよ。一人じゃ大変でしょ。いい、あなたはさっさと帰ったら。肺の研究を従っているリフレクターがいる。そう聞いて君を招いてみたが、正解だった。いろいろ意欲的に働いてくれて助かっている。ただ、何をそんなに焦っている？そんなに働き詰めでは、君の生活が。逆になんで焦らないんですか？今にも生き耐えようとしている人がいるのに。その追い詰められてるみたい。すごく。あの頃はみんなバカだと思ってたの。必死に研究してるのは私だけ。私以上に肺に向き合っている人なんていないって。だって私には大切な人の命がかかってる。その気持ちがあんたらなんかに分かってたまるか。けどバカだったのは私だ。みんなそれぞれ事情や思いがあったはずなのにね。だってそうじゃなきゃ自分が病気になるリスクを冒してまで肺の研究なんかしない。みんな命を懸けてたんだ。みんな私に手を差し伸べてくれてたんだ。なのに私は自分しか信じられなくって。大丈夫だよ。今からでも遅くない。みんなで乗り越えていこうよ。星崎さん、信じられるでしょ？この世界で出会ったみんなのことは。違う、信じられるのは自分だけ。そうでしょ？レナ！いいえ、この世界の人たちはね、あなたが思っているよりも強くて優しいの。私は信じる。ありがとう、星崎さん。あなたのおかげで気づくことができた。もっとみんなをちゃんと信じてみることにする。まずは私からだね。バカ、あなたのことはとっくに信じてる。だからこれからもそばで私を支えてくれる。私の一番の仲間として。もちろん。
レナさんがレナさんでいられるのはきっと誰かのために一生懸命になれるから、誰かのために人生をかけられる人だから。だからみんなレナさんに手を差し伸べるんだよ。レナさんはかっこいい人だと私。何勝手に見てんの？